どうも、シャーペンです。今回は、本日モンストニュースが放送されまして、大方の予想通り東京リベンジャーズコラボの追加情報として、超究極の芝大樹の降臨が発表されました。で、それともう一個コラボ追加情報も発表されたんで、この動画では、芝大樹のクエストの仕様やコラボの追加情報に加えて、ニュース後に判明した性能やギミックをまとめていこうかなと思っております。で、これ以外にもモンストニュースで情報発表されておりまして、まあ、ついに、10周年で発表されていた新獣神化の仕様とか、かなり気になっているものが分かったので、その辺のニュースまとめ明日投稿しようかなと思っております。まあ、明日これに豪絶感謝マルチガチャもあるんで結構忙しくなりそうですけれども、お付き合いくださいと。てかワンチャン今日ギミック判明してなくて夜になってる可能性もあって、そうなったら明日すごいですけども、まあどうなるんでしょうか。ということでまずはクエストの仕様を見ていきましょう。ご覧ください。東京リベンジャーズコラボ超究極の芝大樹でございます。で、初降臨が今週の土曜日10月7日の19時からで、クエストの仕様はラックプラス99ということで、運枠費用ガチガチのパーティーで周回していきましょうと。結構追加超級としては珍しい周回型ですけども、まあ、すでに降臨している超級のバルハラが1回クリア形式なんで、まあ、こっちは周回型にしたんかなと思われます。で、周回して運曲を作成することに加えてやることがありまして、期間限定ミッション花垣匠道を編成してクエストをクリアするとストライカーカードがもらえますと。まあ、とりあえずここでストライカーカード発表されてるんで、来週の追加情報はなくなったんじゃないかなって。まあ、そもそも期間として来週発表したらもう3日ぐらいしかなかったんで、元から可能性低かったですね。で、花垣武道というと、まあ、神化が優秀な副友情コンボを持ってまして、もちろんそんなに難しすぎることはないと思うんで、進化でも何とかないそうですけれども、よりこのミッションを簡単にクリアしたかったら、今のうちにミッションをクリアしておいて、花垣武道の神化5種類回収しておくとなおいいんじゃないかなと思っております。で、ストライカーカードのデザインはこちらですね。という仕様の芝大樹が降臨いたします。で、さらにもう1個、コラボの追加情報を発表されておりまして、リベンジバトルと。こちらは明日の4時から始まりまして、まあ、クエストとはまた別の方法で6人の敵を順番に倒していこうと。で、最後の芝大樹とのバトルは超級クエストをクリアすると挑戦可能になるということで、こっちで一瞬ね、これをクリアしないと超級に挑戦可能というわけではなく、逆ですからね、超級クリアしたらこのミッションできるようになるんで、この辺は安心してください。で、このリベンジバトルの仕様なんですけども、画面はこのようになっておりまして、まあ、正直モンストは関係ないですよね。どっちかといったらもうトレジャーないみたいな、このターゲットを選んでいくと。で、そこで現れるバトルアクションによって HP が変化していく。まず花垣匠道が出ると HP が減る。で、かける2もあって、その際は2減る。ただヒナを引くと HP 回復して、マイキーが出た瞬間勝利するってものになってますね。まあでもおそらくですけども、簡単に言ったら花垣匠道のマスを全て見つける前にヒナかマイキーを見つけることができれば、まあ、初日の1体目は勝利できるんじゃないかなと思いますね。クリアをすると報酬がもらえて、その次の時に挑戦可能になるって。まあ、ただおそらく HP は強気になるんで、場合によってはすぐ負けてしまう可能性があって、負けたらもうその日はできないんですけども、次の日になると HP 復活して、選んだターゲットは透けて見えてる状態になるんで、まあ、2回目になったら、ま、大体勝てそうな感じはありますからね。ってことで、その救済措置もありますし、まあ、運が悪くてもなんとかなんじゃないかなと思いますね。ちょっと最初は、めちゃくちゃ運が悪かったら6人間に合わない可能性もあるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、なんとかなんだろう。このミッションで入手できるキャラクターが芝8回。で、報酬の一覧はこのようになっております。まあ、限定グッジョブや芝8回に加えて、アイテム用意されているんで、忘れずにやっておきましょう。以上がコラボの追加情報でございました。続きまして、性能が判明したと思うんで見ていきましょう。ご覧ください。ということで、18時に投稿された使ってみたが新獣進化だったんで、これワンチャン明日の18時で使ってみたら、その後ギミック判明かなと思ったんですけども、20時に投稿されまして、まあ、こうなったらワンチャン今日中判明するんかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず性能見ていきましょうということで、アビリティがダメの減速かブロックの登場が多い3種ギミックに対応。で、パワー型の減速率はある程度ではあるんですけども、ダッシュで補強していて、耐性 M を持ってるんで、貴族性からの攻撃は半減できますね。SS は自強化に加えて、一定期間の連撃カウンター、全属性キラーって、まあ、これは、ザラチ、ケンパチや直近だと宝剣持ってたんですけども、で、ちょっとこれパワー型の相性悪いんじゃないかと思うんですけども、短縮持ってるんで、これが強みですかね。どんどん回せるよっていう。で、噛み合った際の殴りは降臨キャラクターとは思えないですね。まあ、その代わり友情コンボは特に強化のないトライドチップソーなんで、まあ、完全殴り重視な性能ですね。まあ、そういう尖った性能なんで、まあ、一個メイク化の仕事を取ったらいい方じゃないかなと思います。耐性 M もありますし、ポテンシャルは十分ある気しますね。3種路線で来るのが、一応同ギミック対応の反射非属性に、チェンソーマンコラボのパワーがいるんですけども、活躍の可能性はあるんでしょうか。ということで、最後にギミックも判明してると思うんで見ていきましょう。ご覧ください。はい、ということで、なんと判明したのが22時半ぐらいってことで、もう完全油断してましたね。ここまで行ったらもう明日までないかなと思って、もうラーメン食ってたら、来ちゃったわ。血抜けてた。はい。ダメよ魔法陣登場必須級ブロックも出るよ。ハートがなくて、まあ、HP 残量多いほどなんで、まあ、回復アビリ、多分、ヒーリングオールが出ると思いますけども、回復アビリティ持ってる方が優秀だねっていう。で、弱点効果アップと。魔法陣ですからね。最悪しなくてもいい。まあ、属性効果上がって、な、いいよね。ドレインいない?ここに。ほい。じゃ、マイキー、魔法陣ですもんね。ただ、HP 回復要素はないけど、ワンチャこれ無属性耐性が生きる可能性はあるな。
あれガブはそっか半属性になるのか。いやでもベガ強そうだな、通常キャラクターですけど。え、ベガめっちゃ強くねこれ。噛み合いすぎじゃないか。ドレイン HP 回復できて SS もめっちゃベガじゃん、嬉しい。え、多分そうですよね、これベガが倒れる意味合いってなんだ。倒れるあれはないだろう。あ、ベガ使えるの嬉しいな。もう弱点効果アップないぐらいで、うん、ベガ使えそうで嬉しい。で、あと、さすがにチーは危ないか。まあでも言ってる周回型なんでね。まあハイスペックさん。シンプルハイスペック、まあ超バラとか関係ないですけど、弱点キラー持ってるし。ちなみに水にしてみると。ああ、ここって一時期コラボで多かったっすよね。ダメの魔法陣って。銀さんとか。いにしえの、いつか来そうっていうわけだな、そういえば。あの、コナン。もうこういうところでね、スペックを生かしてほしいですね。ヒーリングオール展開で。ちょっとなんか過剰な可能性あるけど。まあ、マジでハイスペックお化けなんで。こういうところでしか使えなさそう、マジ。多分ちゃんとした仕事もらえたら危ないですもん。一強になっちゃって。いや、でもマジでベガっぽくて嬉しいな。いや、ちょっともう舞い上がってるわ。ベガが止まるとするんだったら、まあ、もっと高い。あれアンラマイン結構ハイスペックなんですよね。ダブリーで。でマジで回復要素持ってるの、ま、少ねえな。これで、あ、そう、ヤマト回復持ってるか。てか、なんなら回復得る。とりあえず回復アビリティ入れておけば、間違いない感じもある。お、そっか。いや、まあ関係ないんですけどね。属性キラー刺さんないから、まあ、利点は少ないんですけど。いや、ちょっと入れようかな、じゃあ、初見で。ヒミコ無理やり1体入れて、まあ回復要因として使えるから。もう隙があったら使っていこう。もうヒミコとベガで。この2体確定だわ、とりあえず僕。ヒミコベガ確定の。てか、あと、タケミッチを。タケミッチ、え、てか、ダメを出るって結構怖いっすね。あ、てことあれか。てか、SS で回復できるから。そう、これ結構あの、ビーラのクエストと相性いいやつで。タケミッチのやつ。うん。あ、底力得る噛み合ってるんだ。で、多分これ HP0 になっても SS 打ってたら復帰できるってやつだと思うんで。でも、にしても事故ったら危ないのかね。それか、まあ、パネルとか置いてあって。え、これ場合によっては、あ、で、こっちも反射か。でも、さすがにやっぱ、SS 打ったら回避できるって強みあるんで、神化を有利すぎますね。さすがに副友情でこれ、あ、で、ヒーリングボムスロー。そっか。あ、これボムスローなんかな、じゃあ。一応回復要素は多分あるに越したことないと思うんで、高スピアップよりも、ボムスローを回収しておいた方がいい可能性がちょっとありますね。まあ、ということで、まあ、コラボはマイキーっぽいですけども、ただ、回復要素があるに越したことないって考えると、ちょっとベガを押したいですね。ベガが結構強そうな気がする。あ、てか、ルナ遊んでた。完全に、ルナ遊んでんじゃん。危ねえ、危ねえ。そこも、ここにいるキャラクターっすもんね。とは思えないもんな。この辺にいておかしくないね、今、最新の。ここ、改めてやべえな。危ねえ、まあ、ダメを魔法陣で思い出したけど、はい、もちろん、ルアもいます。まあ、鉄製広そうって感じで、同様から頑張っていきましょう。よかったらコメントが皆さんの初見パーティーお待ちしております。あと、選手に登録していただけると、こんな感じの動画とか頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もしよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もぜひでは。ご視聴ありがとうございました。さよなら魔法陣。